憎き石丸市長に不信任を叩きつけたいのだが、市長の議会解散権の行使を怖がる秋田方市議会、そんな本音が透けて見える展開に、どうぞ最後までご覧ください。石丸伸二市長に対する不信任決議についての動議を議題といたします。提案者に提案理由の説明を求めます。11番熊高議員。8議第6号、石丸伸二市長に対する不信任決議について上記の議案を提出する。提出者秋田方市議会議員熊高尚総、賛成者秋田方市議会議員秋田正智。提案理由を申し上げます。現在議会と市長との確執により行政が停滞していると考えております。その姿勢を正常なものに回復するため、市長の不信任決議を提案をいたします。秋田方市政において石丸伸二市長と議会の溝は一向に収まる気配がありません。議会は石丸市長の手法に問題があり、全員協議会さえ開催されず、情報の共有もなされず、政策の協議さえもできておりません。市長は議会や議員の行動言動に問題があり、自治法や会議規則を守った議会運営をすべきと指摘を行ってきております。2人目の副市長不承認の件に始まり、直近では株式会社良品計画の誘致事業予算も否決となりました。これまで議会も市長もそれぞれに問題を抱えていると見ております。その状況に市民を置き去りにした姿勢に半ば諦めと憤りに近いものが渦巻いております。この際、市長と議会との対立構想を両者の均衡と調和を取れる状況に回復する必要があります。議会は市長に対し不信任決議権を行使し、市長不信任案が議決されれば、市長は議会の解散権を行使し、市議会議員選挙を行う。その新たな市議会議員により市長を信任するか、あるいは不信任とするかの判断が可能となります。その結果、再度不信任となると市長は失職し、市長選挙は行われることになります。市長は議会解散権を行使し、議会と市長の対立の解消はこの2つの選挙を通して市民の公正な判断に基づく選挙に委ねることが最善と考えております。その第一歩である市長の不信任決議を行うことで、正常な市政運営を図るものであります。以上、決議する。秋田方市議会。以上で提案理由の説明を終わります。これより質疑に入ります。質疑ありませんか？3番山本議員。ちょっと休憩をお願いしたいんですが。道議か。残念、休憩でいいですか？道議お願いします。資料がないです、何も。今の提案された資料はなしでやるんですよ。ちょっと残念、休憩といたします。はい、休憩を閉じて会議を再開いたします。これより質疑に入ります。質疑ありませんか？2番田辺議員。2番田辺です。1点お聞きします。提案理由の中で、市長選等の市議会議員選挙で市民に問うということをおっしゃっておられました。このことは非常に理解できる部分ではあるんですけれども、とはいえ、選挙というものですので、立候補者が、新たな立候補者がいなく、今この議場におられる市議会議員の方、市長
の立候補のみということになれば、市民に問うというところの選択肢がないということもあり得ると思うんですけれども、そのあたりについてどのようにお考えかお聞かせください。答弁を求めます。熊高議員。今ここでそれを申し上げるのが適切かどうかは分かりませんが、あくまでも市政を中心的に担うのは市民でありますので、こういった状況を市民が関心を持って政治に参画する、そういう状況にすべきだと思います。そのためにも我々議員も含めて市政の状況を伝えながら、新しい市議会のなり手というものを探していく、あるいは市民の中でそういった動きを作ってもらう、これは当然のことだと思っておりますので、私はそれほど心配をしておりません。以上で答弁を終わります。他に質疑ありませんか。はい、質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論はありませんか。討論がありますので、まず本案に対する反対討論の発言を許します。反対討論なしと認めます。次に本案に対する賛成討論があればお願いいたします。議長。はい、13番秋田議員。はい、賛成者としての立場から賛成討論の方をさせていただきたいと思います。まず提案理由につきましては、熊高議員の方からるるございました。目についたところは、市長と議会の関係の中で行政が停滞しているのではないか、あるいはこれを不信任議決をすることによって市政を改善するためであると。で、何よりも、もう今3年目、市長と議会3年目になるんですかね、市長と議会の溝は深まるばかりではないかという判断がございました。それから何よりも具体例も挙げられましたけども、副市長人事から始まって、良品計画ということで、それはルール今説明ございましたが、何よりも市民を置き去りにした市政となっているというところを提案者熊高議員は懸念されております。で、これを不信任議決を行うことによって、こういったところの回復を求めるというふうに、提案されたと思います。で、私も、不信任議決についてはですね、市長と議会において、政策等で対立が生じ調和を保つことができなくなった場合の解決方法で、当該対立を、選挙による住民の判断に委ねるものであるということと、それからこの不信任議決の意義としては、先ほどございましたけれども、議会に長に対する不信任議決により長を失職させる権限を与えるということと、長に対しても議会を解散する権限を与え、議会と長のどちらかの判断が正しいかどうかを住民の判断である選挙によって決めることを言いますというふうに書いてございます。で、市民に問うということで、先ほど質疑もございましたけれども、市民に問うという選択肢がないのではないかということがあったと思いますが、私は、一番はやっぱり市民はこうした状況の中でいろんな話はされていると思いますが、本当の状況を判断するときにそうした場がないのではないかというふうに思います。となるとですね、やはり一番は市長も議会も市民から選ばれた身分立場でございます。そうしたところを再度市民に問うて、正常な市政運営がどこまでが正常でどこまでが正常でないのかというと、なかなか難しいかも分かりませんが、市民にとったら議会と市長が両輪のごとく進んでいかれるのを望んでいられると思いますので、そうしたことを踏まえると、一旦こうした不信任議決によって
再度正常な議会運営、市政運営に戻ることを期待しながらということで賛成討論にさせていただきます。他に賛成討論はありませんか。討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。これより追加日程第1、石丸伸二首相に対する不信任決議についての動議を起立により採決いたします。首相不信任の表決については地方自治法第178条の規定により、議員数3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意を必要といたします。出席議員は16名であり、議員数の3分の2以上です。またその4分の3は12名でございます。本動員の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。はい、ただいまの起立者は2名であり、所定数に達しておりません。よって石丸伸二首相に対する不信任決議についての動議は否決されました。